ヤンキースタジアムはエンゼルスタジアムよりも右翼が狭い。エンゼルスの大谷翔平投手は右肘の靭帯を損傷したことで今季の登板はなくなったものの、打者としては初の本塁打王獲得に期待が集まっている。オフには FA となることもあって、投手として致命的な怪我を負っても話題は尽きることがない。ニューヨーク紙ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者は、大谷翔平にヤンキースまたはメッツに来るようラブコールを送った。26日日本時間27日には翔平大谷へのオープンレター、あなたがニューヨークを検討すべき理由との見出しで記事を公開。70発打者になれるかもしれませんなどとヤンキース大谷翔平の未来を見通した。あなたが野球に夢中で、野球のフィールドで偉大なことを成し遂げたいと思っているなら、ぜひメッツかヤンキースに来ることを検討してください、とお願い。名門球団の主砲となれば、注目度は一段と増すとし、ニューヨークで野球のスターになることほど素晴らしいことはないという話です。他のどこにもないような名誉を与えられ、尊敬されると聞きます、と語る。また、ピンストライプに身をくるめば、あなたは史上初の正当なシーズン70本 HR 打者になれるかもしれません、とし、打球を打ち上げ、引っ張れることができれば、右翼314フィート、約 95.7 メートルのヤンキースタジアムでは、いつでも本塁打になるだろうと予想した。同球場はエンゼルスタジアムの右翼と比べると、5メートルほど狭くなっている。ヤンキースほど過去25年間でウイニングシーズン勝率5割以上のシーズンを記録した球団はないとして、今年のこと現在地区最下位は忘れください、これは異常事態なのですと我々は願っています、と言及。過去の実績から勝てる球団であることを主張。最後には、もしあなたがエンゼルスタジアムに近いニューポートビーチに住み続けるなら、毎日ドジャースタジアムがあるロサンゼルスまで車で行くのに2日かかるかもしれないですね。ニューヨークの交通事情はとても快適ですよ、と渋滞の多いロサンゼルスを皮肉り、ニューヨーク移籍を進めた。エンゼルスの大谷翔平時代は突然の終焉を迎えた。米メディアも驚く最悪のシナリオ。米大リーグのエンゼルスは、9年ぶりのプレーオフ進出を目指し8月初めのトレード期限で選手を集めたものの、その後負けが込んだ上に大谷翔平投手が右肘を痛めるという状況に追い込まれている。これを米スポーツ専門局 CBS スポーツは、エンゼルスの大谷翔平時代は最悪のシナリオで、突然の終焉を迎えたという記事で紹介。大きな転換点だと捉えている。記事は、エンゼルスは前途洋々なスタートを切り、トレード期限に全てをかけた。そして8月に大変なことが起きてしまった、と伝えている。1日、日本時間2日にトレード期限を迎えた時点で、エンゼルスは選手を集めて2014年以来のプレーオフを目指すという選択をした。ルーカス・ジオリト投手やランダル・グリチック外野手を獲得したものの、その後8月の成績は7勝19敗と急失速、10中8区、エンゼルスの2023年は悪い形で終わっていた、とする記事は、23日、日本時間24日に判明した大谷翔平の右肘靭帯損傷というニュースを総仕上げのようなものだった。すべてが突然崩れてしまった、と表現している。さらに、エンゼルスのここ2ヶ月は壊滅的な時期だった、とも。13試合中10試合に勝利するという勢いでトレード期限を迎えたが、8月は7連敗というスタート。このシナリオは、大谷翔平の契約最終年に起こりうる最悪のタイミングのものになってしまった、と振り返っている。トラウトは19歳の時以来最低の成績、レンドンは全く価値がない。これは、エンゼルスのチーム作りにとって大きな転換点と言えるかもしれない。記事は、いずれにせよ、FA で大谷翔平自体を失うことになるかもしれないが、近い将来、投手としての彼を失うことは間違いない、と、肘を痛めた大谷翔平がこれまでのようにはフル回転できないと見ており、二刀流の大谷翔平がいない組織は暗い状態に見える、とした。また、大谷翔平と共にチームの核となってきたマイク・トラウト外野手について、今季の打率263、出塁率367、長打率490を示し、トラウトは32歳のシーズンに向かっている。今年はこれまで82試合に出場して、成績は19歳の時以来最低だ、とした。
さらに故障が続くもう一人の主砲についてはレンドンの巨大な給料も全く価値がないとバッサリだ。記事は何もエキサイトできる材料がないのだ。ここからどのような方向に向かうかは予想しがたいが、エンゼルスにポジティブな雰囲気が戻るにはまだ時間がかかると思われると締めくくられている。29日、同30日にはトレード期限で若手を放出して獲得したばかりのジオリトやグリチックらベテラン6選手をウェーバーにかけると報じられた。他球団の希望があれば対価なしで放出することになる。事実上の終戦を迎えたチームに注目が集まる。大谷翔平またも故障か。今度は足を負傷の可能性。米メディアが懸念。今季終了。ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手は29日、日本時間30日、敵地フィラデルフィアフィリーズ戦で2番指名打者 DH として先発出場。この試合で盗塁した際に足を痛める場面があり、大谷翔平がこのままプレー続行することについて、米メディアブリーチャーレポートが懸念している。大谷翔平は初回の第1打席でサードファウルフライに倒れるが、3回の第2打席で投手内野安打を放った。その後、相手の悪送球で1点が入り、さらに大谷翔平は2塁へ進塁している。5回の第3打席は技あり右前摘自打で見せ場を作ったが、大谷翔平はルイス・レンヒーフォ内野手の打席で3塁への盗塁に失敗した。この場面について、同メディアは、大谷翔平はスライディングを仕掛けた時にフィリーズのエドムンド・ソーサ内野手と衝突し、足を引きずりながらフィールドから退いた、とし、足を痛めたと報じている。幸いにも大怪我にはつながっていないが、大谷翔平はエンゼルスで素晴らしいシーズンを送ったが、最近のチーム状況を考えると、エンゼルスは彼の今季終了を検討する時期が来たのかもしれない、と指摘している。大谷翔平は右肘の肘内側側副靭帯 UCL の断裂により、今季は登板できなくなったが、打者としてのプレーは続けていた。しかし、いくら大谷翔平が奮闘しても、エンゼルスのプレーオフ進出は絶望的だ。そのため、同メディアは、大谷翔平だけでエンゼルスを救うことはできないだろうし、ポストシーズンに進出する可能性がほとんどない状態で彼にプレーさせ続けることは、リスクに見合うとは思えない、と綴り、2度目のトミー・ジョン手術を受ける予定だが、足の怪我の可能性も浮上すれば、事態を複雑にするだけ、と伝えている。